皆様おはようございます。今の時刻は朝の4時半過ぎ、根室の納沙布岬にやってまいりました。日本で一番早く朝日を迎える場所です。島の架け橋の真ん中に朝日を入れてみました。オレンジ色に輝いている朝日、とっても綺麗ですね。今年2021年8月に全線開通100周年となる花咲線を取りに来ました。どうぞよろしくお願いいたします。その前に、これ見てください、皆様。朝日が昇る前に納沙布岬に向かっていた途中、朝萌えがとっても綺麗でしたので映しました。はい、そして場所を移りまして、朝一番列車を見送るために根室駅にやってまいりました。花咲線全通100周年記念の入場券で中に入りたいと思います。5時31分発普通列車釧路行きを見送ります。朝日に照らされたキハ54系、とっても綺麗ですね。始発列車には12名の方が乗車されていました。場所を移りまして、ここは日本最東端の駅、東根室駅です。今来た列車は釧路からの始発列車、快速花咲です。7時57分発、根室駅快速花咲を見送ります。秘境駅感満載の昆布森駅です。先ほどの快速花咲の折り返し、普通列車がやってまいります。8時40分、普通列車、釧路行きを見送ります。乗り降りするお客様はいらっしゃいませんでした。厚岸駅の近くに綺麗な海岸線があったので、ここで撮影することにしました。快速のサップ、根室行き2両編成というのがいいですね。ここはすごく景色が良かったので、もう一本快速花咲釧路行きも撮ってみることにしました。車内駅に到着しました。ここで列車交換があります。14時44分、釧路行き普通列車、根室行き普通列車が同時に発車します。森の中を走り抜けていくキハ54系。いやー、いいですね。厚岸近くのベガンベウシ湿原にやってまいりました。列車から見る車窓の景色もとっても綺麗な場所ですよね。快速のサップ、根室行きがやってまいりました。ルパン三世のラッピング車、景観に合いますね。ベカンベウシ湿原をさらに違う場所で撮ってみました。落石海岸の有名な撮影スポットを探しにやってまいりましたが、海岸まで来て
車が行き止まりとなり、場所を確定できませんでした。いやー、どこに撮影スポットあるんですかね。こっから歩いていくんでしょうか。なんか鹿だけでなく熊も出そうでしたので、今回はここで撮るのを諦めました。素敵な踏切を見つけましたので、最後ここで撮影することにしました。根室行き普通列車を見送ります。花咲線全線開通100周年。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。